ハロー YouTube 高級石焼き芋さん、今回もね、メッセージありがとうございます。今回のメッセージは私の動画編集に対する、まあ、お礼というタイトルだったんですけども、いろんな気づきがあったということをねお知らせいただきました。はい、でね、最後の方で、言われてたんですけども、まあ恥ずかしいとか恥ずかしくないとかっていうフレーズがあったんですけども、あれやっぱりね、こうなったら恥ずかしいとか、ああなったら恥ずかしいとか、こう見られたら嫌だなっていう思考がまずは恥ずかしいと思った方がいいというね、あの何々を恥じていることを恥じるというか、ちょっと言い回しが難しいんですけども、結局ね、まあ、いつもこの全体でぶつかっていくっていうかね、分からないことをはっきりと分からないと、好き嫌いをはっきりと好き嫌いと言えることね、言いたい世の中がね、あの言いたいことが言えない世の中っていうね歌もありましたけども、まあ、まさにね、あの心の中からぶつかっていくことがすごく大事なんではないかなと思うんですよね。まあ、ということでですね、いろいろと分からないこと、聞きたいこと、よくね自信がないこと、こういうのはあの愛情を持って答えてくださるだろうなという信頼を置ける人をね見つけて、その人にぶつかっていくということがいいんじゃないかなと思います。結局ね、あの知ってる知らないっていうのは全部相対関係であって、自分よりも物を知ってる人よりは知らない、自分よりも物を知らない人よりは知っているっていうことなんですよね。これをねどういうふうに私が扱ってるかというと、周りに物知りばっかりだったら得だなと思うんですよ。で、周りに自分よりもいろんなことね分かってない人がいるとしたら、これも得だなと思うんですよ。なぜなら前者はね、いろんな人から吸収できるんですよ。それ違うよとか、そんなこと知らないのっていう風な言葉あるかもしれませんけども、それでもその後に必ず回答を教えてくれるんですよね。だから得だなと思うんですよね。自分が一番力がない、自分が一番物を知らない、もう得だらけなんですよ。で、逆にですね、自分が一番物知り、自分が一番経験豊かだと、多くの人にそのね自分の知識や経験を差し上げることができるんで、やっぱり得でしょね。だから得なんですよ、両方とも。だからね、すごく、人生ってのは見方とか解釈なんだろうなと思いますよね。それでですね、会社を作るとき、もしくは個人事業主かなんかビジネスを始めるときとかにかかわらず、まあね、法人を作ろうと思うときに一番最初にお願いするのは社労士さんがいいと思います。で、しかもその社労士さんをどうやって探すかというと、自分がこうなりたいな、ああなりたいなって思っている会社の社労士さんにお願いするんですよ。私の会社の社労士をしてくれませんか、もしくはあなたの信頼している社労士さんを紹介してくれませんかって形ですよね。簡単でしょ。簡単ですよね。電話帳で探すよりも、近所の看板を探すよりも簡単なのは、自分が尊敬する会社、自分がこうなりたいなっていう会社、もしくはそういった個人や法人、それね一人企業でも全然いいんですよ。そういう人のところに行って、すいませんと、何々さんの顧問されている社労士さんを私も紹介してくれませんかっていうふうにお願いするのがキーポイントです。そうすると全部解決ですよね。なぜなら自分のモデルとする尊敬する会社、こうなりたいなっていう理想の会社の社労士さんっていうのは妙なことをしてないと思いますし、それから力がねないわけではないと思うんですよ。だから理想の会社ってできるわけじゃないですか。ということは、自分が目指してる会社の顧問の人を全部ね、うちも使ってくださいって言えるぐらいの方がいいと思いますし、少なくともその目指してる会社の顧問の事業の方が信頼している事業の方やね、そういう人をやっぱ振ってもらった方がいいと思います。簡単でしょ。簡単なんですよ。でも多くの方は、例えばね、ソフトバンクみたいな会社作りたいなと思っても、ソフトバンクに問い合わせて、ソフトバンクさんの顧問をしている弁護士さんはどこですかって聞かないんですよね。聞かない代わりに自分で電話帳とかね検索とかして、もうなんか雲をつかむように探すんですよ。これ成功法則ですかね。私はね、自分の目指している会社の事業の方を自分にも迎え入れる、顧問契約するのが成功の法則に近いと思うんですよ。自分の成功してないマインドで探すものと、成功した人のマインドで探すものと、どっちがいいかなって考えたら、やっぱりね、見えてくると思うんですよ。ということでございますね。事業の選び方でございました。それではまたメッセージお待ちしております。